皆さんこんばんは、エジョーファーの小西でございます。今日はマーベルでございます。今回マーベル、かなり大きいリニューアルが入りました。それがこちらでございます。大幅アップデートでございます。たくさん今回アップデートが来て、まず一番がこれだと思います。これ今までできなかった、コインでボックスが引けるようになった、これ大きいですよね。これそして他にもフレンドと競えるランキング、まあ本家つむつむとしたね、得点でランキングができますよっていうところと、あとバトル、今まではあのね、線でつないでいって、ヴィランズにつなげないとダメージを与えられなかったんだけど、ツムを消すだけで、まあ、ダメージを与えれるようになったっていうのが一つで、あとは新ステージの追加、そして Facebook とも連動できるようになったよっていうですね。あとログインボーナスが、まあ、このアップデートに合わせて、オープンもらえるよというものでございます。で今日はこの一番のやっぱりね、メインのコインでボックスが引ける、これをちょっとやってみたいと思います。で、今コインが5万5000コインあるので、まあ、1回引けるかなと。でそれ以外にオーブが9あるので、オーブでも1回で、さらにこちら、はい、バトルで新しい、ヴィランズをゲットしてます。なので今日は3回、それぞれ1個ずつ、ゲットしてみたいと思います。ではまずバトルのこちらね、こいつ、ね、ちょっと顔色悪いこいつをゲットしていきたいと思います。いきます、ゴー、さあ来い、ドン。バトルはでね、やっぱりあの取りやすくなってました、マダムマスク。ワンプレイでこの あのボックスが2個取れたのでね、2個、はい、エナジーが2個消費するようになっちゃったけど、で取りやすくなったっていうのは多分ね、あの間違いないかなって思いました。ドン、よしよし、オッケー、でいきます。はい、ちょっと確率アップしてます。色違いだね、もうね。ソウとシーハルク、シーハルク、シーハルク欲しいな。ソウ、あ、ソウもいいな。今回ワンチャンスだけども、ちょっとこれを狙っていきたいと思います。これは今までの、まあ、オーブで引くところです。いきます、来たね、ボックス、はい、2つあります。じゃあまずオーブ、今までのところからいきたいと思います。さあ来い、ここは一緒だね、どれもね。さあいきます、ゴー、せーの、よいしょ出ない、出る、まあいいか、まあいいか、そううまく取れないね。はい、しょうがない、ありがとうございます。で、でですよ、今回の一番の目玉、ボックスで、ボックスをコインで引ける、これいきたいと思います。おー、さあいきます、お、色が違う、多分ね、どれが出ても新粒になるはずなので、いきます、ゴー、せーの、何か来る、お、え、待って、あ、そういうこと、そういうこと、あ、そういうこと、あ、すごくない、これすごくない、コインでも既存の粒が出るんだ、あ、そういうことか、もうめちゃめちゃいいじゃん、めちゃめちゃいいじゃん、これめちゃめちゃいいじゃん。じゃあコイン頑張って貯めれば引けるってことだ、ここ、ここ、ここ、あ、そういうこと、ずっとずっと今までのボックスで引けるツムとコインで引けるツムと違うのかと思ってた。うわ、いいじゃん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 、やるね、豆粒ちょっと本気出してきたね。じゃあちょっともり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 ちょっとコイン貯めて頑張っていきたいと思います。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございます。よし、豆粒頑張るぞ頑張るぞ、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック、スマートフォン、タブレットの方は
下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。